カモさん最近すげえ筋トレしてるよな、なんかさツイッターでさおすすめでカモさんのめちゃくちゃなんか色っぽいあの写真出てきて、なんかめちゃくちゃ色っぽい、本当。いやケツじゃ、ケツは知らない、なんだっけな、なんか俺が昼配信してるみたいな、その展開にいるみたいな、展開カモさん、そうこれだろ、展開のカモがいたんだよ。俺ねそれ見た瞬間に正直ね、あそうこれ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 やばくねえかこれ、カモさん、カモさんこれやばいよ、これこれやばいって、これやばい、マジでやばい、このカモさん、いや正直よ、あのねエロさが勝つわ、カモさんこれかっこよくて男でもなんか色気をすごく感じるんですよねこれ。これはすごいな、これグラディオだよ、グラディオ、まあ、グラディオよりも なんだもっとなんかあるな、 なんだろうな、でもゲームのキャラクターぐらいのこのすげえよな、カモさんきっかけは何だったんだろうな、きっとあのこのさ肉体改造しようと思ったきっかけ、いやダイエットのきっかけは、要はそのダイエットをしようと思ったきっかけが何だったんだろうな、うん、だってコメントが面白い、コメントが面白い、やばい俺マジでホモになっちゃうよ、カモノハシの妖艶なギュルンギュルンホーマンボディ見てたら気づいてたら下半身に手を添えていたんだよな、これが恋ってやつなのか、彼女が羨ましいぜ、カモノハシにだったら掘られてもいいかも。いやいよ、でもそれはね、この方と同じような、まあ分からなくもない感じがしますよね、なんかすごく優しそうなこの光と肉体とカモさんのこの顔だよな、やっぱ、うん。これどこ行ってたの、これ立山行ってた時、これカモさんが、おーい、そっちのロープを取ってくれ、なんでこうカモさんこの寸劇は、おーい、そっちのロープを取ってくれ、ん、これカモさんが喋ってんのかこれ、わかんねえや。あ、モコくんのモノマネか。かっけえよなー、うん。かっこいいよなー。よくさ、関さんとかもさ、なんで筋トレするかって言ったら、ほら、守るものができたなんていう話、昔したけど、やっぱ、守るものが、なんか、きっかけないと難しいよな、なんかな。守るもの。何が。俺守るものねえんだもん俺、まあそんなことよりも向こうの尻がエッチだったぞ、どれ。なんだな、画質が画質が悪いけど、画質がちょっとでも悪いな、どっちだどっちだ、向こう君は、え、どっちがモコくんこれ、どっちがカモさんでしょこれ、え、どっちも、あ、マジ、でも結構さ、やっぱモコくんって筋肉質だよね、の方だと思うんだよな、多分野球やってたんだっけ、うん、結構詰まってる感じがするな筋肉が、モコくんベンチプレス70上げられる、あーそうなんだ、いやー俺でもね絶対無理だな俺、うん、俺さもともと今はもう大丈夫なんだけど、リハビリやってた時にさ腰一回悪くしちゃった時なんだよ、だからね実言うと腰一回悪くするとさ人体とか、まあ言ったことあるよね、人体とか腱ってさ一回伸びたりとか損傷するとほぼ治んないんだよ、
5% ぐらいしか治んないって言われてるから、自然回復では。だからすぐにまた崩れやすい腰してると思うから、ちょっとやるの怖いな、これちょっと怖いな。だ例えば捻挫なんかやると繰り返すっていうのは何でかっていうと、関節構成体が、まあ、やっぱり損傷されると。筋肉は修復できるんだけど、それ以外の軟部組織とかってなかなか修復難しいんですよね。はい、カモノたちが繁盛のポルチを叩くのが絶対違うし、作り物だったら別にいいよ。なんだよ繁盛のポルチオって、そもそも繁盛繁盛ポルチオってなんだよなんだよ、え、マジどういうこと、嘘どういうことは、え、ちょっとどうどうどう、これか、これ何の動画これ、そもそも URL がなんかおかしい気がする。変なサイトじゃねえだろうな。お、なんだ、繁盛、繁盛、え、何今筋トレ流行ってんすか、今筋トレ、そんな、なんか繁盛もやりだしたんだ。でまあちょっと、なんかちょっと繁盛、なんかあれだな、ちょっとネメシス感あるな今日な、ちょっと一回見てみるか。いやー、そういうやつだよ、カボチャ、あー、カボチャ、あー、すごい、カボチャすごいよお前絶対いいお前絶対意識してんだろそれ、カボチャすごいはないだろ、だってそれお前これあれだな、もしも繁盛があのナンバ秘密クラブに行ったら多分こうなるだろうな、これちょっと流しで見るわ。いやー、そういうやつだよ、はぁーカボチャー、はぁーカボチャー、あー、すごいカボチャすごいよ、あー、そういうやつ、あー、マグラ入れられてるわ、うん、ちょっと立ってねおいおい、ちょっと立ってねえか繁盛、ちょっとだけ、ちょ、それかそれかノーマルででかいかどっちかだわ、うんうんそうか、疲れた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 、ちょっともうすぐ来ます、もうすぐ、ちょっとちょ、冷麺ファンになっちゃいましたね。実言うと冷麺って焼肉屋に行った時に洗濯しない傾向があったんですよ。でなんでかっていうと入らないから、単純に最後に食べるっていう人結構いると思うんだけど、単純に肉食べ過ぎて入らないんだよね。つまり何が言いたいかというと、冷麺を食べたい人はきっとおそらく冷麺を最後に食べたいっていう目標の中、プロセスは肉を多分調整してると思うんですよ。はい、僕はそれがないんで、あ、なんか食えたら食おうかなレベルなんで、だからそういう文化がなかった。だけど盛岡冷麺を食べてからめちゃくちゃその冷麺に対する価値は変わりましたね。やっぱ今日俺すごく元気でしょ。なんでかっていうと俺多分ね、やっぱ刺激っすね。うん、やっぱね、俺好きだわ、外のなんかこう違った環境、いろんな環境、うん、そうやっぱね刺激っすよね。うんですね。もう一個の話ちょっと見てえな。でもさっきよりあれだろう、もだえてるやつないだろう。多分最初に大トロみたいなとこ送っちゃっただろう。ちょっと待って、なんだこれ。繁盛のもっとトントンして、江戸すぎて草なり。繁盛
楽天追加する。ここここここ、うん、10、はい、いける。あーちょっと、はい、めっちゃいけるやろ。あーいけるやってる。追い込みここ、うざ、もっとトントンして。25。あーすごい、ランクも。ちょっと繁盛、繁盛どうしちゃった、なんかメスになってないか繁盛。まあ実際あのこれあのトン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 すると、まああの実はねどこ動かしたらいいかって分かんない場合あるんですよ。特に腹筋なんていう、あの多裂筋っていう言われてるものは特にね。なんでこういうふうに本当にトン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 するサポーターの人がいると本当にここだけ直接的にあの筋力を収縮させることがあのできやすくなるんで、まあ、非常にもうなんかトレーナーっすよねやっぱり、うん、本当に。あー息なんで非常に非常にあのいいアプローチをしてますよね。そう、うん、ちょっと笑ってるけど。ちょっと笑ってるけどねこれ。まあまあまあいいでしょう、はい、いいと思います。はい、いやでも なんか筋トレあれか、カモさんがあの号令かけてあの結構やってるんですね。やっぱあのいいですね。僕もあのしたいけどね、本当に僕もあのしたいけど、ちょっとそのチームに参加させていただきたいっていう気持ちはあるんですけど、やはりあの問題点はまあ早く引っ越しをしないとなっていうところですよね。本当に、うん、早く。誘われは違います。さ、行きたかったら自分で言うから大丈夫です。俺も一緒に行かせてって。誘われ待ちってめちゃくちゃか、誘われ待ち超あれだな、かわいす、悲しいよ。